ジョン・アモス・シェイは、ジャック・シェイや、ザ・チーフという呼び名でも知られる、アメリカのスピードスケート選手。1932年の冬季五輪で2つの金メダルを獲得した。1つの冬季五輪で2つの金メダルを獲得した、最初のアメリカ人であり、息子、孫の3世代にわたり、冬季五輪に出場している。同国のアービング・ジャフィーと共に1932年の冬季五輪で、 最も成功した選手である。1932年の冬季五輪の500メートルと1500メートルのスピードスケートで金メダルを獲得した。この大会の開会式で選手先生も言った。この開会式の司会は当時ニューヨーク州知事であったフランクリン・ルーズベルトであった。1936年のガルミッシュ・パルテン・キルヘン五輪ではそのタイトルを防衛しない選択をした。 これは、レイク・プラシッドのラビが彼に、ヒトラーのドイツのオリンピックに参加しないよう、頼んだからであった。数十年後、1980年のレイク・プラシッド冬季五輪の誘致に、オリンピック組織委員会のメンバーとして大きな役割を果たした。その後、大会で使用された会場を管理する組織である、オリンピック地域開発局の副会長を務めた。 息子のジムシェイシニアは1964年のインスブルック五輪のノルディック複合とクロスカントリースキーに出場し、孫のジムシェイジュニアは2002年のソルトレークシティ五輪のスケルトンで金メダルを獲得している。ソルトレークシティ五輪の前の聖火リレーにも参加した。この時灯されたコールドローンのあるスピードスケートのトラックはジャックが1932年に2つの メダルを獲得したところであった。孫のジムシエジュニアがソルトレークシティ五輪に出場する17日前に酒に酔った運転手の車に正面衝突しなくなった。レイクプラシット高校ダートマス大学を卒業しアルバニーロースクールに短期間通ったが世界恐慌の間様々な仕事をして家族を支えるために離れた。 1958年から74年まで町の判事を務め、74年から引退する83年までノースエルバ町の町長を務めた。ありがとうございます。